めっちゃ音がすごい。新しいシューズかな。どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。やっていきましょう。今日は見てください、こちらに伝説のねシューズがありますと。あのね、まず最初にちょっと言っとくと、このシューズちょっと結構前から持ってたんですよ。なんですけれども、あの僕マラソンチャレンジするって言って、まあ、やっぱマラソンってあのほぼロードで走ったり、まあ、それほどスパイクを履いて走るようなスピードを出さないじゃないですか。だから別に使う機会がなかったんで、ずっと封印してたんですよ。なんですけれども、1500チャレンジをやるというふうにね、動画で発表しました。でね、トラックシーズンがやってきたということで、待ってましたと。ついにこいつの出番が来るかもしれないということでね、今から早速開封していこうかなと思います。こちらです。じゃじゃーん、ドラゴンフライということで、こちらですよ。見てください、これはどういうシューズなの。ドラゴンフライ、名前はかっこいい ね、ドラゴンが飛ぶ、ドラゴンが飛ぶようなシューズということで、ちょっと待って、見てこれ、まず見てくんね。まずじゃあ全部を見てみる。見てくんね、これどんな感じ。ちょっと見てみて。ちょっとじゃあとりあえず壊さないで、まず、うん、握力で握力で壊さないでよ。こういう感じで、うん、はい。で中はまあこういう感じですか。で中が、うん、これはもう中敷きは剥がれないよね。剥がれない、ついてるちゃんと、うん、で裏です。裏が紫と。うわすごい、裏紫で、でこのねピンがついてるということなんですけれども、でこちらドラゴンフライっていうシューズなんですけれども、まあ、結構ね皆さん知ってると思うんですよ。だってこれめちゃくちゃ有名なシューズだから。これどれぐらいね有名かっていうとね、2020年の、日本選手権見ましたか。1万メートルでね、なんと日本記録が誕生したということでね、僕の97年組の同期の旭化成の相澤晃選手が日本記録を達成した時に履いてたシューズなんですよ。とかね、もう本当に、まあその相澤選手以外にも、女子の1万メートルの、またまた日本記録、更新しました、積水化学、そしてトゥーラップスは所属の、新谷仁美選手も、こちらのドラゴンフライを履いて、1万メートル、日本記録を更新したということで、結局やっぱトップ選手は、すごい結構愛用して、なおかつ高記録とかベスト、出てるシューズなんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあこのシューズね、何用かって言いますと、まあ、トラックで使うんですけれども、まあ主に5000とか1万用らしいんですよ。まあ1500もいけるんですけど、1500、5000、1万用らしいんですよ。だから1万メートルを走っても全然対応できると。むしろ日本記録を出してる選手がいるということでね、いやこちらもずっと履きたかったのよ。だからね、今日こうやって解禁できてすごい嬉しいなと思います。この靴の性能としては、やっぱ長距離向けだから、そのここの生地みたいなのがメッシュ素材になってるのよね。だからちょっと細かいんだけど、ここにちょっとめっちゃ点々で穴が開いてんのよ。でこっから風を通して後ろにまあ抜けていくって感じで、なんか風通しとか通気性はすごいいいなってちょっと思いましたね。であとね、ここ見てもらいたいんですけど、裏ね、裏にさ、この紫のやつあんじゃん。でここの横にさ、ここに紫なんの分かる？なんかすごいね、入ってんね。おお、入ってんじゃん、うん、これがね、まあプレートなんですよ。カーボンプレートなんですけど、これがね、やっぱバーッと反発とかがビヨーンってなる感じの、すごい反発があるやつなんですけども、その上にナイキさん特有のズーム X っていう素材がここに入ってんだよ。これ結構プニプニしてるやつで、このズーム X はベイパーフライとかそういうシューズにも入ってて、でそれはすっごい反発がさある素材なわけよ。触っても分かると思うんだけど、ここめっちゃプニプニしてんだよ。なんですけど、これ地面捉えた時に結構反発があるのよ。なおかつそれに加えて、ここのプレートも反発があるのよ。だからダブル反発みたいな感じで、なるほどね、もう反発に反発を重ねた。だからズーム X がこうバーここまでありますと、でプレートもこうバーここにありますと、ダブル反発で前に進んでくれるというシューズなんですよね。だからまあどっかのね記事に載ってましたけれども、そのベイパーとかそういうアルファとかをスパイクバージョンにしたようなシューズがドラゴンフライ。ああなるほどね、要はロードでは、まあ、ベイパーアルファっていうのが
ナイキさんの、まあ、ナイキさんのあれだよね、うん、でもこの競技場にトラックに置き換えた場合のベイパーアルファ版がこれのドラゴンフライってこと、そうなんですよ、という感じで書いてあったのを目にしましたということでね、そのベイパーフライを履いて、まあ、そのスパイクバージョンということで、まあ、出たみたいな感じで言ってたんですけれども、こちらまあ、ベイパーフライはさ、もう歩いただけでね、前に進むという推進力がね、あるんですよ。まあ、厚底シューズっていうのもあるんで、まあ、そういう推進力があるんですけれども、まあ、こちらはその推進力っていう面は、まあ、それほどないのかなというふうな、まあ、入った感想ですね。まあスパイクとしてはちょうどいい厚さと、まあ本当に耐久性と、あと軽さということだとはちょっと思いましたね。まあ性能はまあこういう感じで、すごい長距離に適しているというシューズなので、まあさっきも言ったけれども、まあ、1500m に挑戦するにあたって練習いっぱいしていくじゃん、このトラックでね。だからその練習動画の後とかに、あ、このシューズやっぱどうだったよとか、そういうのも今後の練習終わった後とか言いたいから、今後さ 1500m を、まあ、3分50秒切りプロジェクトを今やってるわけだけれども、そうですね、まあアシックスさんの、はい、デュオジャパン、デュオジャパンをこの間の練習で入ってたじゃん、まあ、今後それと並行して、はい、このドラゴンフライも履いていくっていうこと、そうですね、やっぱせっかくね購入したんで、まあ、マニアじゃないからこれ飾ってるだけってわけにはいかないじゃんもったいぶらず履くということで、今後の練習で行っちゃいますよ、うん、もしかしたら 1500m これで走る可能性もあるってこと、ある可能性ある、あ、うん、いやさ、はい、前さもう一つのインカレの 800m で履いてたさ、うん、だからオレンジ色のスパイクあったじゃん、めっちゃいいタイム出したやつ、伝説のシューズね、ビクトリー、え、なんだっけ、エアズームビクトリーか、うん、まあ、あれは簡単に言うと400とか800とか、まあ、1500とか、まあ、そっちのその結構スピード出す系のシューズで、こっちは長距離系のシューズと、まあ、戦後5000、1万、そう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 、そういう感じなんで、でもどっちも戦後かぶってるんだね、そうなんですよこれは激アツいよと、うん、いうことで、まあ、じゃあこれもさ、今度さちょっとビクトリー持ってきてさ、ちょっと比較してみない、ああ、確かに、じゃあそれ気になる、気になる、それどっちもさ気になってる人いると思うんで、1500かぶっちゃってるんで、うん、だからそれもね今度ビクトリーを持ってきてちょっとね、お伝えできればなと思いますっていう感じでね、このシューズすごい履くの楽しみなので、練習とかでね、うん、だから、まあ、今後、これを履いて練習動画とかもね載せていくんで、ぜひ楽しみにしていただけると思います。はい、ということで本日はドラゴンフライのレビューでした。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう、次回もよろしく、バイビー。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう、バイバーイ。